男性視聴者 92% どうも勝つもんです。サムロサムロサムスお疲れ来ております。何かいくん今日は風企画、まあまあ、1万円で何店舗行けるのか大塚リターンズ編です。あーそろそろ来ると思ってた1個テーマがありました、はい、10人抜きしてもらおうかな。やばい、メッシ3人分以上風界のバロンドールもらってもいいぐらいの全力満喫って言えばこれなんで、ちょっと今日はもう思いっきりいいっすね、やるのは女の子や、今日もね1個、はい、僕のサブ企画あります。ほう、勝もん足ピン禁止。問題がありまして、足ピンをしないといけないみたいになってるじゃないですか最近、だからちょっと最近自家発電の時もめっちゃ足ピンしてることに気づいて、やばいやん、このペースで足ピン していくとどっかで死んでまうできんぐらい死にはせ発射障害みたいな全力満喫の今後に関わると思って、ね、最近の自家発電ではちょっと足ピンせずに行くという練習をしてまして。何やってんねん駅前で。こうなんですよ、もうほらめっちゃあピンってしてる、これぐらいやってるから。で最近はこうすごない？1万円で10人いけるんですか？ぶり怖いな。せめて新規、知ってるダンビラより知らんダンビラそうせめてな。お店はもうこちらの方で全て決まっておりますので、ご安心ください。ご安心できるか店舗目ここただまあ今回この1店舗目かなり安いっす、はい、こちら2回転1400円です。安っ1人700円ここはオーソドックス系というか、はい、普通のピンサロって感じです。ただもしここで当たりの子が出てきたりしたらえぐいよ。あ、もう行っていい感じ。もう行っていいです。あ、もう行っていい感じなんか引きの箱をしてる豚野郎が来たよ。お、階段級やな、まあ、2回転やったんですけど、1人目は、はい、黒木ひとみさん。ええ6割健なお子4割の人でした。すごい。あとはお任せします。いやでも6割黒木ひとみやから、はいはい、結構いい。全然ネタハブね全然その遅いし、はいはい、綺麗な熟女されてる。熟女好きはめっちゃいいんじゃない。ほうほう、1400円や。確かに安すぎる。まあ、そうサービスがまあまあ良かったっすね。チューリップあり、首来てくれたっす。首こう、この辺も、ビーチ君はやばいとか言ってますけど、このビルね、テクニックすごいみたいな言うてるやん。まあ、黒木ひとみと健直子はこれぐらいのテクニックあるんちゃうかっていうぐらい。もしかして似てるだけやねん。でも健直子さん絶対うまいと思うサイレントタマもありましたし、何も言わずにタマを舐める。桃色サロンでサイレントタマあって、そこである程度すごいと思ってしかも相手のタオパイパイが結構ドロンって大きい、ドロンタッチしながら最終局面になって、はい、でも足ピンはちょっとしたくないみたいな。あっちもラッシュかけてくるんですよ、はいはい、こうわーみたいな。でラッシュ中にビトカツは外して両手でビーチクみたいな。ほうで俺えっと思ってラッシュちゃうんと思って下行って、はい、もうそろそろラッシュ、あーでもいい感じ、うん、なんとまた両手でビーチクみたいな。乳首では無理やで一歩前出て言うことかガチラッシュはありました。さすがにただやっぱ2人目いますから、ここでいたら消化試合になるからちょっと迷ってるけど、まあこの人がすごいんやったら、はいはい、まあ行きたいぐらいの言ったらまあ当たりっすよ。1400円にしては正直、まあ、だって黒木ひとみさん6割っすから。うわどうしよう、もう任せる任せる任せるでも足ピンはしない。おでもあー87はさ交代です。ああ交代や。ああ交代か。1人これ当たり引いてるから怖い。2分の2はないもん。2人目が来た方が、はい、AKB-45 期生みたいなマイナス45マイナスとかないねん。だから AKB に入って40年経った人みたいな昔アイドルやった。あ、そう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 。なるほどね。ただやっぱそれ可愛いんちゃう。だから顔はなんか幼い感じで目クリクリで綺麗というか、うん、30後半から40前半。その人はちょっとめっちゃテンション高くて、はいよろしくお願いしまーすねAKB さあ始まりましたけどみたいな、なんかほんまに番組のオープニングみたいな感じで満禁のエピソードトーク。まずえじゃあほんま寒いよな、私なんか寒すぎるから電車とかで結構汗かいちゃうぐらい、うん、あ僕も一緒ですみたいな。ほんでもう寒すぎてネックウォーマー2枚重ねで、私チャリンコライダーやからめっちゃチャリ乗って、でそのチャリンコライダーで、ちょっと待って、そのおもろいかおもんないライダーにチャリンコライダーってなんすかそうやな、暑いけどネックウォーマー2枚重ねてんねみたいなオチを入れていただいてでも明るい方やし、もうでも好きちゃうそういう人。いや好きやけどまああんまおもんないなっていやそのチャリンコライダーが気になるから楽しませようとしてはいはい、はい、ただまあ時間は減ってるから大丈夫かなって、はいじゃあやっていきますね、はいはい、次のコーナー行きますみたいな感じでこの辺バンって肌ツヤいいというか、この2人あよかったと思ってほんで大丈夫かなと思ったらまたサイレントタマン
おお、 AKB-27 期生やからもう、いや違うよ、年のもういろいろやってきてるわけ。お前の想像やから。このライブ会場でずっとやってるわけ。いやどんなライブ会場や。店員さんも秋元康さんみたいな感じやストロークがすごいんですよね。口の奥まで全部いって、上もちゃんと先までいって、おーおー、いいやん、嬉しい嬉しい嬉しい。しかなんか俺チンでかいんちゃんと思わせてくれるぐらいこうなんかストロークがいい、ね、長い、ね、過去一めっちゃ良くて、それがノーハンド足ピンなし、はい、え、これマジでストロークすごい、ストロークすごい、ストロークすごいよ。行ったんすか。行きました。行ったかい。すごいね。え、だいぶ耐えたぞこれ。ストロークで見せてくる、ほんまやで。いや疑ってない疑ってない、全然全然みんな行った方がいいと思います。確かに1400円はやばい、言うて10分の2ですから、あと8人、あと8人残っております。頭だよ。残金は8600円、2回転1300円の店でございます。あ、安いな。一人1150円、大丈夫、連射できるぞっていうところも見せたいかも。3年やってきてもうインターバルって56回ぐらい行ってる気がするここもオーソドックス。じゃあ行ってこい。はい。絶対に足重っ。いやもうそこしかないやろ。おお、知ってた。おーおーおー、いつまで舐められてんの。疲れ疲れ、逃げるで。おいおい、待て待て、戻ってこ、戻ってこ、待て待て。それ初期の方やってたけど、満金ちょっとめっちゃ長なかった。毎度並んでて、並んでたん、並んでたから、え、ここももしかしたらうんちゃんみたいな。はいはい、じゃあ今日調子いいかもしれないウキウキやったんですけど、一、うん、人目がまたクリームシチューの上田さん来ましたかぶりやん、なんやん。いや、その池袋のとこもクリームシチュー上田さん出てきたんですけど、聞いたら複数在籍ということで。あ、かぶりやったんですね。その前なんで言ったかっていうと、こう髪を振ったこの残りが前に来て、うん、前髪になってて刈り上げになってるから暗かったし、クリームシチューの上田さんに見えたみたいな。はいはいはい。もう今日はちゃんと見れたんですよ、髪くくってない部分。はいはい。ちゃんと見たらクリームシチューの上田さんじゃなくて、金属バットの友康さんでした。いや、どっちも嫌や。ロン毛の方で、でまた上田さんになってなりはって。しゃぶりくりセブン、やめろ、しゃぶりくりセブン、しゃぶりくりセブンみたいに言うな、絶対地上波無理やいきなりこっちやったんですよ。サイレント玉もなく、チューリップもなく、ずっとリトカツデロンデロンと、あ、やばいやん、ずっとデロンデロンの俺のやつにこうビロンビロンビロンってこう、こっちは絶対、え、全然だよな、でかくなってないみたいな、手応え感じてない、思われてる。まあでも2人目あるから、はい、ちょっとこのターンは戦場やと思うと思う。戦場なんかやっぱなんかデロンデロンのまま人の口の中にいるから、なんかコインランドリーでリトカツ洗ってるみたいな。いや分からん、どういうこと。ポッシュの方で、なんかいろんな工程を中でやってくれるから。ドラム式なんや。ドラム式っていろんな動きするやん、洗濯機綺麗になりました。何やそれ、言ってません。フェラーリやねん、言ってないんかよ。しれっと言ってる。綺麗になったリトカツで、いよいよ2人目ですね。黒木瞳2割、飛び出しんちの客引きおばちゃん8割です。お前客引きおばちゃんやないか。もう見てますみたいな言われて、え、ファン認知されてるやん。うわ、レベルしづらい、レベルしづらい。これはやっぱ黒木瞳2割って言っとかなみたいな。じゃあ嘘や。クリップありました。お願いがあるんだけどって言われて、耳元で、え、ベロリンガ出してくれへんって言われて、こっちから出したらベロリンガをフェラーリする。この辺とかもちゃんとやってくれるんや。やってちゃんと声も出してくれるみたいな。おうおう、100%っす。やっぱそういうことやねん。こういうやっぱ優しさとか、それでもう 100% なんですよ。すげえな。でも助走が大事。ももがここにあったら、うん、ももにこう抱きつくぐらい、すごいするみたいな。アクロバティックや。そうそうそう、献身的すぎて、もうやばいってなって、うわ献身的でも、あー2店舗目すぐ来たけど、あーいけるか、うわーちょっと、あーやっぱ飛び出しんちの客引きのおばちゃん、もうそしたらメンタルのコーチ、あーなんだよ、奇跡、あー行きます行きます、あー飛び出しんちの女の子綺麗、2階に上がって客引きのおばちゃんもね、2階に上がって飛び出しんちのおばちゃんって女の子とやってるということは、飛び出しんちのおばちゃんってことは、そっから飛び出しんちにってやってるみたいで、行きましたー。停車完了。めちゃくちゃ自分騙してる。平均年齢どれぐらいなんですか。 今んとこ46です。ということでね、ランキングが6300円、5人交わったのに3700円しか使ってない。あと6人。 V6 と一緒ってこと。 V6 何もいるな。ここはやばいぞ。2回転1500円ぐらいの。まあ安っ。一番やばいって言われてる。大塚1やばい。あれ使うか。ええ、何これ。バイアグラです。おおおお、舐めるタイプのやつや。まだ3店舗目よ、大丈夫。使う。あ、うわー、使った。あ、うまっ。うまいんや。10人行きたいんや。12人に気になってほしい。もう勝門の調子はどうなの、聞きたよ。勝じゃなくて本人ね。俺、うん、もう無理やで。
行きますか。頑張って、まあ、飲んだんで軽く見た目をねちょっと実況しますけども、ね、すげえパチンコ店みたいな入り口ですね入り口は赤々してて、ね、階段は店舗名に行ったレインボーさんよりもちょっと緩いかな。何も行く、いやいいです僕は。よかった一人目なんですけど、ガリガリの時のオールマイト推定62歳やん UA 高校の先生なんでこんなとこにいんの原作でも30歳ぐらいやね62歳やだいぶ熟じゃん。おばあちゃんシワシワでシワシワもおばあちゃんシワシワ、うわーガリガリでシワシワ動画とかでもないんやん。暴れる撮りました上でね、はい、もうわからん、もうわからん、線しかなかったシワシワってカーブとかはないんや、すぐな線がないやろいきなりすぐもう全然前期もなく、ただやっぱ飲んでるから、これはちょっと威力試したい。相手の個性はマジガリガリですねただやってるだけやそれ、個性マジガリガリ、超能力じゃないかでやられて、うわ俺はヒーローになりたいんだ、俺のヒーローはなんだ、ヒーローになりたい、俺の個性はなんだ、俺の個性はオールフォア発射、オールフォア発射、全ては発射のために、全ては発射のために、全ては発射のために、いけるわけないですよ、いけへんのかい、いけるわけないですよ、個性なんちゃうんかい、オールフォア発射でも無理やったら自分の担当がもうヤバい時はちょっと周りでこうエロスを入れ、はいはいはい、ようとしてたんですよ、まあほんまあかんけどね、オールフォア発射してる時に、うん、パッて見たら横の席にスーツを着たヘズマリュウみたいな客がこうってこう首から上だけこう、うん垂らしてる感じやって、それ嫌やな、めっちゃおもろくて、でどんな女王やったやろと思ったら前いた矢沢永吉ちゃん、うわやばい、矢沢永吉いるってことは2人目、そうか、矢沢永吉、やばいやばい、絶対嫌や、知ってるブスは嫌、いやでも順番的に次矢沢やな、矢沢っぽい可能性あるわと思って、2人目なんですけど、女子世界柔道100キロ級メキシコ代表が来ました。いや誰やねんそれ、めちゃめちゃデブい、誰かメキシコなんや、女子世界柔道100キロ級ってことはミケポ超デブっす、うわーパリからのデブ、推定41歳、知らないはずれやからよかったんじゃない、いや知らないっていう感情は1秒ぐらいやからもうそうだよ、会った瞬間から知ってるもん、おっぱい何個見んねん今日ほんでまあ大外内股舐めみたいな、何それ柔道の技みたいな、背負い舐めも、背負い舐めってないやつ、どんな舐め方一本ラッシュ結構すごくて早めの、おラッシュ来てる、おラッシュ来てる、いけるかもと思ってヘズマリュウ気になって、で横のヘズマリュウ見たらヘズマリュウの3回転の3人目が来て、一応誰なんかなと思ったら天竜源一郎みたいな人来てヘズマリュウの方、おたすみたいな、でヘズマリュウもということは、はい、行きましたか、いけるか、行ってないんかい、無理やって、これはおいおいおい、一回も立ってないわマジで、ほんまにあったかい場所でチンチン濡らしに行ったみたいな感じダンキン4800円です、いやー結構あんな、次のお店安心してください、えぇ、行っとこや、行こうな、何店舗行くんだよ、ここはね公認いただいてますから、よっしゃー、出るよね、一番のお気に入り店嬉しいっすね、やっぱ2回転2300円、おー安い、ここで2位はでかい、でかい、チャンス広がるお気に入りの子が当たる確率高なんもんな、走ってる走ってる、おー小走り、おおさすが、そう入るのも上手ですね大丈夫か、わからんのよこの段階じゃと、まだ2回転ですね、はい、1人目顔がですね木村カエラ足す大地真央さんみたいな、えおー新キャラ登場、え当たりじゃん、っていうかもう当たりっす、新しい当たりの人が見つかったということで、カツモンプライベートメモおしゃれな感じ、ちゃんと美容院行ってる感じの、え今までのやつは全員床屋行ってるっすこっちの方もいい感じで、ついて D、 おーい、もう若い感じのプリッとした感じで、これはもう木村カエラです、普通にも飲んでますし、はい、フルボっすよ、フルボフルボフルボ来ました、お口の中でいろいろやるタイプ、あとは行くだけやんみたいなもう結局可愛かったらもうフルボっすよ、ね、ほんならちょっとでもやっぱ問題が BTS が流れ出してってなったら、やっぱ俺はこれ音楽に合わせてこれがあるんかな考えちゃうんすよ、別の邪念がペンシャンシャムマンチョロペンチョンペンジジャン普通やな、ペンシャロキャンツンチャンチデンあ、来た来た、ウシャシュシャシュシャ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 、おおやっぱ鳴ってるよなそこ見ちゃうんだよ、サビで盛り上がるのかなみたいな、なるほどね、ほんでちょっとね今日はやっぱいっぱい行ってるから俺も飽きてて、桃色サロンというこの形式の、ね、ああんな好きだから俺もこう曲に合わせてビーチクこうやろうかな
こっち側になったんや、ついに。なんかそれで気づくかなと思う。あ、なるほど。一回シャルシャルシャルライフェッシャルシャルライフェッ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 シでした。時間切れかい。とは言ってないです。何してんの。2人目ありますやん。いやあるけど、お前大当たりやったんちゃう。僕はね、このお店といえばあの方はやっぱ待ってますんで、まあ、前回出ていただいた春野さんですか。信じてます。もうお気に入りよね、勝門の、はい、笑けるんですけど、コツコツっていう音がして、ハイヒールかな。ハイヒール、うん、でその時来た。春野さんはやっぱハイヒール履いてるから、いつもで案の定春野さんやったっす。おお、すげえ。上音で分かるってすごない。確かに普通の可愛い綺麗な城ですよ。ちなみにあれらしいっす、爆祭とか掲示板とかで大塚の女神って言われてる。うわー、1ヶ月ぶりぐらいです。お互いがお互いを分かってますから。そうやな。春野さんはね、いいところはアパレル製品全取りでやってくれるんですよ。これ珍しいんじゃない。それは熱い。まあ、でも春野さんは自分で努力してるから、女神になるために、うん、文句もない綺麗な白い全身がありまして、うん、いきなりここじゃなくてちゃんとこうチューリップ、うん、パクンチョスね、はい、絵的にも最高なんですよね。まあそうっすね、うん、まあ、そこの下にこう手を添えるとトイタッチでもこう自分の気持ちも上げて、じゃあもう 120% ですよ。花野さんのスタイルは、うん、特徴的な技使わない、ストレートな動き、手は添えるだけみたいな。誰よりも基礎を、ね、大事にしてる。なるほどね。無事グーとかはやらへん、足ピンなし で基礎中の基礎。はい、行きましたー。3回この店ミルクでいっぱいですもん。いや、キモ。お前の出過ぎて地下やから溺れるって。みんな藤子みたいな体してもん。そうよ。でも2人可愛かったって。すごいっすね。そうっすね。この店は当たり多いってことっすね。そうっすね。ラブスイートさん2回転2300円、残りが2500円です。おお、とんでもない企画やな。大丈夫、リトカツの投資的に。いやー、明後日とかも。いやー、なかなか自分でも言うの嫌なんですけど、運はここまでかなと思って。こっからはもう戦いから強運やで、今んとこ。佳境です。シングル1回転になっております。あざっす。1500円、安いな。ここもうちょっと高いんですけど、限定クーポンみたいなんで半額近くになってるの。何の特徴もないです。怪しいな。完全オーソドックス。ドッグランみたいに行くわ。一言お願いします。まあまあ面白かなかった。うん、え、来たぞ。え、めっちゃすり足やん。ウォーキングデッドのゾンビみたいになってる。デレデレデンデレ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 デンデレデレ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 UG のスピンオフシーズン7ないやろ。いや、どうやったん。まあ、出てきた嬢がネイビーのドレスやったんですけど、ほうほう、手を流すクジラに見えました。どういうこと。どういうこと。100キロです。もう海洋生物やん。いや、例えられへん。人じゃないやん。俺の例える能力もおかしなってきてるから、後半そうやんな。後ろ流すクジラのシワシワの線みたいな。いや、ないやろ線ね。いや、あれ打ち上げられたやつ間近で見たら意外とシワシワやから多分。でかくて傷だらけの嬢やったで。それをオブラートに包んで言った。テキストあったんですけど、はい、前がもう丸見えというか、うん、首こんぐらい見えてる。ほんまに見えてる。首がここから。でも女の子のもう見えてんのよ。しかも結構まだちょっと若い目で可愛かってまたってなんだけど、やっぱ西郷隆盛みたいな人来てんの。なんでな。坊主でめっちゃ濃いおじさん、まあ、結構汚い西郷隆盛にもうチューリップしてくれてるわけ。女の子が献身的や。めっちゃサービスいいけど、それでもめっちゃしこいね、見てたら。まあな、こっち近いから。もうクジラは見てないよ俺は、もうほぼ。ほんなら西郷とまあまあ可愛い子が6球してんの。え、ありな。おっさんはみたいな。なんかまあ情熱的な6球を演出してあげてんね、うん、その子は。めっちゃいい子やん。すごいな。絶対西郷6球大塚は嫌やん。女子からしたら。そ、ね、でそれもエッセンスもらって自分をこう発射できるようにこうしてんねんけど、やっぱ白流す。俺も6級お願いしちゃいました。え、お願いしたら白流す OK 出ました。白流す OK って何。ただの OK や。6級したら足伸ばせんのよ。横になるからな。しかも通路側に俺の足は出てるわけ。西郷と俺の足は出てんねん。スポン筋にグーンいったって。うわーお、いったね。グーンってやったの。もうグワイ深海よ、もうそこは。うわー、ディープブルー。ディープブルー。
ディープブルー行くことで燃えてくんのよ自分が。それが6、9やからグッてやってすごでグッて足ピンしてわーってなってうわーってやって最後も足ピンして2人この2人のルームで2人で6、9してる俯瞰カメラで見たどういう状況なん最後情報どういうことをしてんの俺ら2人はどういう状況どういうこれって逆に思考いきましたどういう状況なんいや俺が聞きたいわ何をやってるんだ俺たちは情けなエロみたいなそう、普段2人やねんけど今日だけ4人でできたからそれが最後と前のペアも最後もそれこれで9人達成でございますあと1人かあと1人今使った金額、はい、なんとちょうど9000円ということで、はい、残金が1000円でございますもうあそこやデブブスババ専門店相方で最後ですなんでそれ最後にしてるん仕組まれすぎやろこのゲーム藤原竜也みたいなこれより前に集まって計算してんの逃げてるなおい待て結構逃げんなお前何してんねんお前なんで腕立てしてんねん情報量多いっておばちゃんも見てるから何が起こったのお前がやあれおいなくなってんぞえ潰れたえ相方さん他の店になってる値段2900円ここにもう一個看板あったんですよそうやねここに潰れたちょっと調べてみますね現在相方は営業休止中となりますしゃ営業再開に関しては未定となっております何卒ご理解のほどよろしくお願いしますうわ摘発されてるやんどうしようもう他ないのないっすよ1000円の店ないっす都内どこ探してもいやじゃあ今日はこれで終わりか嬉しいじゃあ今日これ9人で終わりっすよ読み間違えたなお前ら楽しくないの思い出の店です俺らが人気なんて言うよ思い出を最悪が超えてきてんのよまあでも1万円で9人行けたいやすごい一旦冷静になって考えてみます今日の1位を決めてもらおうかなどこが一番良かったのじゃんラブスイートさんでーすまあそらそうやろまあ2人綺麗やったからでシーズン3からも1万円企画やっていくと思うんですけど新メンバーと一緒に行くとかもありかもしれないですねそうですねまあタニロン君やっぱその発展する方とかそれはそういうのにしてほしいなーっていう、ね、最後に僕のテンションが下がるとどうもカツモンですいや久しぶりの1万円企画しびれたなーちなみに一番嫌やった情はガリガリのオールマイトでした次はデリガチャ企画らしい